およそ200メートル先、左折して宇治西インターチェンジに向かいます。刑事バイパスの表示。左折して宇治西インターチェンジに向かいます。刑事バイパスの表示。続いて右側のランプから刑事バイパス方面に進みます。右側のランプから刑事バイパス方面に進みます。続いて刑事バイパスに入ります。そのまま16キロ進みます。
およそ3キロ先、瀬田東ジャンクションで任意の車線を使用して新名神高速道路方面名神高速道路の標識に従います。およそ600メートル先、瀬田東ジャンクションで任意の車線を使用して新名神高速道路方面名神高速道路の標識に従います。瀬田東ジャンクションで任意の車線を使用して新名神高速道路方面名神高速道路の標識に従います。そのまま63キロ進みます。